ダイエット生活35日目、体重はですね、現在 97.3kg でございます。ということで本日の動画なんですけどもね、まあ、僕夜はスープ料理を基本食べていると。今日のご飯はですね、この動画の前に多分コストコで買い物しましたという動画を上げてると思うんですけども、その買ってきたものを使って今日はスープを作りたいと思います。まあスープっていうか、まあ鍋物ですね。もともと家にあったものもあるんですが、こちらもね動画に紹介したカットブナシメジに椎茸、あでこれがメインとなるスンドゥブでございます。で白菜ではなくキャベツを入れたいと思います。そして胸肉ですね、鶏の胸肉、こちらも入れます。白菜はいらないって思った。スンドゥブは白菜だわ。うるさいな。あるものを使って料理するんだから、チャチャ入れないでもらっていいですか。コストコの動画で紹介しましたやつですね、鶏の太京味噌漬けっていうやつです。これはね、僕夜はね固形物というか夜はスープ料理だけなのでこれは食べないです。まあ食べるとしたら明日の朝ですかね。キャベツ千切りにしてそれと一緒に食べる。食べないです。だってチョレギサラダあるやん。聞いてないよ今日の献立にメニューに。シェフはそんなこと聞いてないです。シェフ、やばやばすぎでしょあの人。ということで作っていきましょう。いやースンドゥブってうまいよね。天気って聞いたことない。テレビで忙しい、テレビ見てるだけで忙しいなんて聞いたことない。中身はこういう感じで小分けで入ってます。一袋で1、2人前ですね。まあ結構大量に作るので2日ぐらいはね飲むように。で僕以外の人も飲むので2袋使いましょう。2袋あとは具材からね旨味成分とかが出てくると思います。いやもう袋開けた瞬間いい香り、これは絶対うまいよ。あのこれ本品プラス、お水を入れるんですって。150だから、まあ 300ml お水を入れます。これ大根とか鍋に入れます。うん、さて椎茸とネギ入れます。入れろ入れろ、どんどん入れちゃえ。いいですね、キャベツからも水分が出てるから。いやうまいよこれは、うまいよ絶対。とぶなしめじでございます。これも入れちゃえ。うん、きのこがいっぱい入っててうまいよこれは。さあそしたら次こっちの皮なしの胸肉、皮がねついてないってのが本当ありがたい。おーでかいね、2つ入ってますね。一つの袋に結構でかく入ってました。これは助かりますね。ありがたい。まあ一口大にちょっと切っていきますかね。わーで、筋とかももう綺麗に取られてるっぽいな。さすがコストコさん。やりますね。いやいい感じにぐつってますね。おお、いい感じいい感じ。うまそうですね。いい感じじゃないですか。そしたら鶏肉を一気に入れちゃいましょう。そして最後のお豆腐でございます。木綿豆腐ですね。一口一口大きく入れちゃう。いやこれ絶対うまい。オッケー、スンドゥブはこれであと少し煮込んであげれば完成ですね。はい、そしたら次こちらですね、西京味噌、これ焼いていきます。すごい西京味噌の香りが、あまあうまそうっちゃ、まあまあうまそうっすね。なんか玉ねぎとね、ぶなしめじ入ってるね。玉ねぎ、ぶなしめじだ。あー、焼けた見た目的に、なんか胸っぽいかな。多分これは焼くよりも、蓋を閉じて蒸した方がいいかもしれない。ということで完成いたしました。今日のダイエット生活35日目の晩御飯はスンドゥブでございます。あちらが母ちゃんの晩飯です。この差ですね、夜はずっと。はいどうぞ。ストップって言って、あ、おいしいよこれ。必ずスープ料理を食べるときはお酢を大さじ1杯入れて食べてます。
もうこれも徹底してますね。めんたつをご飯最高。最低だな。さて、コストコの鶏胸肉はなんやかんやで初めて買いますが。そんなことない。そんなことはありませんでした。いただきます。うん、胸肉なんて買わないでよって言ってたもんね。うん、あー、肉を食ってる久しぶりに。うん、うまい。ほら、今まで散々さ、好き勝手やってきたからさ。何好き勝手やってきた。なんか1回か2回まで掃除機かけてくれば結構いいもんじゃない。ただ利用したいだけやん。動きなさい、少しは。動きなさい。お母さん11月頑張ったからもういいの。俺だって頑張ったわ。今日ずっと俺しか動いてないんだけど、動きなさい。飯も食べちゃったな。これからご飯食べ終わったらお風呂に、温泉に行くんです。今我が家の給湯器が壊れておりまして、インスタとかツイッターでも言います。まだ治らないんで、2週間ちょっとぐらい湯船に浸かれてない。シャワー来てるよね。ねえ、え、何、虫が入ってる。何の？虫じゃない。虫だよ、だって足、細長い足あったもん。でも食っちまえよ。やだよ。え、どこにいたの。ちゃんとだって野菜は洗ったし大丈夫だってね。いやいや、気持ち悪くなってきた。そんなこと言ったら虫に失礼でしょ。虫に失礼でしょって、虫大っ嫌いな。だって虫がいるっていうことはその美味しいっつうことじゃない。農薬たっぷりのあれだったら虫も食べない。だからイコール別に食べれるってならないよ。大したことじゃない。やだわ、もうこのスープ全部飲めないじゃん。もう虫に汚染されてる。入っちゃったのかな、作ってる時に。汚いんじゃないのこの家。掃除しろお前。あの後寿司食べ終わった後にさ、会ってもさ、ごちそうさまも言わない。せな、俺払ったんだよって言えばアピればいい。俺が払ったの見てるでしょ、だって。うん、あいつ国見れだもん。会計する前にもうとっとと行っちゃったもん。俺が会計する前にあいつ見せてたの。うん、やっぱおごってもらう前提だね。早いよね、国見が。早いね、さすがせな。今度は海鮮スンドゥブにしようかな。うん、アサリとかやった方が美味しいな。うん、でもわかんない、もう病気かもしんないよ俺。まあそん時はそん時だべ。だってさあ、私がさ一生懸命さ産んでさ育ててきてさ、産んでさ恩返しかこれかよって。恩返しこれかよって結構大学だな。結構三兄弟の中で俺が一番母ちゃんに尽くしてるよ。三人男もいてこれかよっていう流れ。そんなことないでしょ。んで病気になって金がかかってさ、またさ、だからちゃんとした生命保険入りなさいって言ってんの。大人になりました感出しちゃってさ。別に出してない。あーって感じなんだけど。別に出しちゃいないけど俺は。だからと思う、本当に。あー、いけないんだ今。男性リスナーがね怒ってるよ今。怒ってないよ、もう一回見直してみろって。みんな怒ってる。大地のこといじめるとみんな怒るんだな。怒んないよ。怒んないよ。たくさクソまみれで生まれてきてるのにさ。何クソまみれ、やめてよ飯中に。どこの子だってそうなんだっつーの。こういう動画ってのは意外とみんなね、動画再生しながら一緒にご飯食べたりするリスナーさんとかいるんだから、それをさ、クソだなんだろ言ってやめてよ。でさ、一人で大きくなったようなさ、なんかさ、何なのっていう感じ。さっさと食べなさい。